一つのこう断定的なあの応答っていう方法ではなく、いろいろな、手法であったり多角的な視点っていうものを持ってこの世界っていうものを見続けていきたいなと思ってるんですね。でその手段としてまずそのカメラアイっていうもの、あるこう客観性に基づいた方法論として世界をこう切り取るっていうことで、そこからまたあのデジタルツールを用いて一度あのコンピューター上でそのものがどうなっているのかっていうのをこう洗い直してみたりとか、あの結構そのデジタルで行っている行為っていうのは私の中でドローイング的な役割でもあったりするんですけれども、で最終的に体を通してあの筆で絵を描いていくっていうあのアナログの行為っていう、この肉体を持った目で見ていくっていう、大体その3つの、 あの方法論っていうものを通してこの世界っていうか物事をこう認識していくっていうやり方をとっています。私たちのこう視覚の中にある錐体細胞っていうものは主にこう3つのこう赤青緑っていうものから色を読み取っていくんですけれども、色彩自体は物についているわけでもなく光にくっついているわけでもなく、私たちのこう脳内の中である種こう塗り絵のようにあの作られていくっていうものなんですね。ということは実際に本当にこれが真実っていうやっぱり色もないみたいなとこから、その全てがこうファンタジーというかこう幻想的な側面をも持ち合わせている、その虚と実っていう、 こう二項対立のように語るのではなくて、対極にあるものとか相反するものはある種同一のものでもあるっていうところから、そのシームレスファンタジーっていう言葉を、がなんかちょっと自分の中で浮かび上がってきました。今回のこのギャラリーで展示させていただくということになって、いわゆる広い一つのホワイトキューブというのはとてもこう家のような感じの印象で、窓も広くて明かりが入ってきて一つの一つのフロアが不定形な形をしているっていうところで、ちょっと自分のアトリエと連動させるようなイメージで展示を構成してみたいなというふうに最初のアイデアでありました。私ちょうど3年前なんですけれども、染色工場だった場所をリノベーションして、そのスタジオ兼住居っていうものをあの作ったんですけれども、その際に、スタジオのファサードを FRP の素材で光が取り込めるんだけれども、あの FRP なのでちょっとこうすりガラスのような感じで外は見えないんですね。ただその光がすごく入ってくるっていうスタジオでいつも制作しておりまして、そのこうエッセンスを展示の中に何か取り入れる方法がないかなと思った時に、いつも私が使っているデスクトップツールっていうものをこう用いながら、スタジオを象徴する素材とこう組み合わせて何か作りたいなと思って、それが1階にあるデスクトップツールになってます。でデスクトップツールもその天板がスタジオと同じ FRP の素材を使っておりまして、ある種その私のスタジオ のメタファーというか形になっています。私たちが人生の中で考えられることっていうのは、どれだけ考えてやったとしてもすごい短いパートしかできないと思うんですね。でもやっぱりその人類史レベルの壮大な中では、常にこう前の日アーティストであったり、が考えて考察してきたことに対してのこう問いかけみたいな部分に自分内向応答 していき、またそれに対して未来の誰かが答えてくれたらいいのかなっていうふうには思っているんですけれども、私自身はやっぱりフレームが限定されているこう絵画の中にまだまだ追求できる可能性
この世界がどうなっているのかっていうことを考えていける余地っていうのがまだまだあるんじゃないかなと思っていて、それをその具象なのか抽象なのか、こう写実的な非常に構築的な手法なのか、それとももっと壊していくような手法なのかっていうもの、ありとあらゆる制作方法視点とかっていうものをこう手放さないままに、常にそういうやっぱり矛盾をきたすものではあるんですけども、手放さないままにこうペインティングっていうものの可能性はやっぱり追求していきたいなというふうに考えてます。